このビデオではキックスタートトレーニングについてお話しします。ご覧いただいている画面がキックスタートトレーニングなんですけれども、こちらのページへのナビゲーションなんですけれども、こちらトレーニングとあります。トレーニングのメニューにマウスオーバーすると0番、キックスタートと出ます。こちらからアクセスすることもできますし、トレーニングページ、こちらですね、メニューがこちらあります。キックスタートトレーニング。こちらをクリックしても今のページへ向かうことができます。そしてこのページからトレーニングのトップページに戻るにはですね、トレーニングトップへ戻ると、こちらをクリックします。はい、このように戻ることができます。そしてですね、キックスタートトレーニングなんですけれども、こちらはですね、あなたがまだ起業していない、またはですね、起業して間もない、あなたがインターネットとマーケティング業界にまだ馴染んでいない、そういった方のためにですね、最初一丁目一番地のトレーニングになります。このトレーニングではですね、名前の通りキックスタート、これから始める方のためのトレーニングとなります。大きく分けてですね、こちらスクロールダウンしていくとですね、このビデオを収録している時点で4つのトレーニングを設置しております。まず最初ですね、インフォビジネス123、こちらは起業家精神、こういったものをですね、学びながらですね、インターネットマーケティング業界特有の落とし穴、そしてその回避方法などを学ぶことができます。各トレーニングはですね、クリック、各メニューをクリックするとですね、このようにですね、ビデオがポップアップしてトレーニングを受講することができます。はい、それぞれですね、こちら IM イボルーションですね。はい、そしてビデオ以外のところをクリックするとまた戻ります。そしてネット難民キャンプですね。そして、情報化積載、処刑人。はい、現時点ですね、4つのトレーニング、すべてビデオでのトレーニングとなります。これらのトレーニングはですね、ブレナーズの創設者小林がですね、経験をもとにゼロから制作したトレーニングとなります。そして現在収録しているビデオがですね、この女性の泳いでいるビデオ、こちらに設置されることになります。このページもですね、他のページと同じようにノート機能がありますので、備忘録ですね、あなたがトレーニングを受けて気づき、質問したいこと、そういったものをちょっとメモしておくと、こちらにタイプして、そしてノートの保存のボタンをクリックすれば保存されます。そしてですね、質問やご要望ありましたら、右のヘルプ、青いヘルプボタンをクリックすると、このようにフォームが出ますので、こちらからご連絡をいただければですね、弊社サポートセンターのチケットとして取り扱いをさせていただきます。はい、ぜひですね、この4つのトレーニングを素通りせずですね、必ず受講していただければですね、今後あなたがですね、インターネットマーケティング業界で成功するためのですね、ヒント、そして回避すべき問題などを事前にですね、習得することができると思います。はい、以上がですね、キックスタートトレーニングのお話となります。ありがとうございました。